今日は不思議パン工場で遊ぼうね。ここはかまどがある不思議パン工場。食パンマンにカレーパンマンもいるよ。そしてこっちの方には名犬チーズがおっとと小屋の中に入ってるよ。それからそれからジャムおじさんにメロンパンナちゃん、そしてドキンちゃんもいるよ。あれ？アンパンマンはどこにいるのかな？みんなでおっきな声で呼んでみよう。アンパンマン！アンパンマンはどこにいるのかな？自分のお部屋に入ってた。アンパンマン起きて！起きて起きて！アンパンマンが起きたよ。おはよう。アンパンマンが起きて階段を降りてきたよ。そしてみんなのところに来ておはよう。今日はみんな早いね。じゃあ僕はこれからパトロールに行ってくるよ。アンパンマンが乗るのはこのアンパンマン号。アンパンマン号に乗って、そしてパトロールに行ってきます。それじゃあみんなで朝ごはんの準備をしよう。この中に入ってるのがこんなポットと、そしてこんなナイフとフォーク、そしてお皿、お皿と、あ、お皿のところにもう盛り付けてあるんだね。こっちの方にも盛り付けてあるかな。あ、これも盛り付けてあるよ。そしてコップ、これを机の上に並べていこうね。朝食の準備が終わったらアンパンマンも戻ってきたよ。アンパンマンがちょっと元気ないかな。ジャムおじさん新しい顔に変えて。ジャムおじさんに新しい顔に変えてもらおうね。ジャムおじさんが顔を持ってこの煙突の上に来たよ。そしてアンパンマンの顔をポトーンと落とした。そしたら、あ、ポトーンとアンパンマンの顔が焼き上がって出てきたよ。アンパンマン、新しい顔だよ。元気100倍、アンパンマン。アンパンマン元気になったよ。それじゃあみんな揃って食卓を囲んで、そしてみんな一緒にいただきます。アンパンマンの不思議パン工場、楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうね。